ケイクマガウィズラディオ第28回をお送りいたします。本日は2021年5月28日金曜日でございますね。お届けしているのは、先週ですね、5月の22日に、福岡県二日市市ムーブメントで、行われましたライブイベント、ラウドラウドレインボーステージ14でのケイクマガワイズデッドのライブから、新しい出来たての曲を演奏したんですよ。その曲のライブ映像っていうか、ライブ、そのこの間のねライブの時の音を今ちょっとかけてみてます。この新曲がちょっとね、あのタイトルがこの時当日にもねうまくアナウンスができなかったんですけどね、ちょっと分かりにくいんですけど、曲のタイトルが N マイナーヘブンスという風に表記します。あのコード風なんかにコードの名前でね A マイナーセブンスとか、ありますね。 A マイナーセブンスがコードの中で俺一番好きなんですけど、でこの曲は、N マイナーヘブンスというタイトルをつけております。実は、かかる緊急事態宣言というものが福岡にも発出されて久しく、そして今日、その延長がもともと5月いっぱいっていう話だったのが、6月の20日まで延期になるような報道をさっき見ました。くだらないって言っちゃいけないんだろうね、すいません、くだらないと思ってます。そうですね、難しいですけどね、まあ、何しろ、やっていく所存です。自分ができることをね、できる範囲で、まず明日ですね、5月の明日29日土曜日に、これはね先週少し、アナウンスをさせていただいたんですが、俺初めてになるんですね、いわゆる無観客の配信、生配信ライブというものを、やります明日。それに出演させていただくと、これ場所はね、福岡県の、オリオブラックホールですね。ブラックホールの方で、ずっとねシリーズで無観客の生配信というものがね、このブラックホールの公式の YouTube チャンネルでずっと行われているんですよ。でその新しいシリーズの2回目ってことになるんですかね、5月29日土曜日は、ブラックホールストロングボリューム2というものが、オリオのブラックホールの、YouTube 公式チャンネルから、配信されます。15時30分に配信スタートということになっております。出演が、ヒデ、篠宮学、そしてケイ熊川、高橋プランクトン、ゼチ、シバキン、サニーというメンツですね。で、ぜひ時間合わせて見つけてね、生でというかリアルタイムで、視聴していただけると幸いでございます。たくさんの、暴言コメントをお待ちしております。よろしくお願いします。ですね、そうそう、それでね明日これがほら昼間の配信なのでね、
もう俺午前中には出なきゃならないんですよね、こっちをね、家を。そう、その支度もしなきゃっていうんで、とても明日はちょっとね、このラジオをうんする時間は取れないだろうということで、今日金曜日に予定を繰り上げて、放送収録を今しておるところです。ちょっとビールを飲みながらね、今週1週間皆様お疲れ様でございました。やれやれですよ本当に。っていうんでね、とりあえずまた明日、ブラックホールの、生配信ライブをやって、まあ、そこから先ね、6月のライブがどのような形になるのか、ね、かかるその緊急事態宣言の延長が決定みたいなニュースがありますからね、どういう風になるのかちょっと分かんない部分もまたありますが、都度このラジオ、あとツイッターでね、アナウンスをしていきたいと思っておりますっていうところですよ、今週は。はい。そして、このケイクマガワイズラディオという名前でやっている YouTube での音声のみによるケイクマガワのメディアでございますね。こちらの方ではですね、皆様からの、ご質問、応援のお便りとかなんかね、何でもいいし、使いようによっては少し面白いと思ってはいるんですが、まあその辺、まあなかなかね、なんかこうないんですよ別に、あのそのなんだろう、その俺、難しいですけどね、あのお気軽に、お便りをいただけると俺がただ嬉しい、個人的に嬉しいというだけです。何も、何も偉いことはございません。でね、お便りを、ご質問をまたいただきましてありがとうございます。全力で答えるためにちょっとね、次のビールを冷蔵庫まで取りに行ってきますんでね、ちょっとイサリビを聞きながらお待ちください。あざーす。ビール赤星の缶がね、近所のコンビニにあったんで買ってきました。これを飲みながらちょっと行きます。なんだっけ、はい、お便りをいただいております。ありがとうございます。ね、ド天然さんですね。ド天然さんですね。ありがとうございます。ド天然さんから、メッセージをいただきました。この本について語りたいという本があったら教えてください。はい。本はさ、俺、もともと、その、なんだろうな、よく、今はまあもうねあれですけど、ケイクマガワでやりだして何年かずっと最初らへんやってる自分には特にその本を
読むでしょうみたいなことをね、本は読みますけどね、誰でもね、本を読んでそうっていうイメージを持たれてました、過去において。今はね、もうアル中でアホがバレてるんで大丈夫になってると思うんですけど、なんでしょうね、多分その少しね、作詞の、方法論みたいなものが、ね、なんて言ったらいいんでしょうね、人様とちょっと違ったりなんかするのかな、言葉を使って歌の歌詞として何かその、表現する、伝えるという時の方法論についてはずっとその自分なりのね、体系だったものがありますから、多分そういう部分を評価いただいたっていうのか、なんか小難しいと思われたのかわかんないですけど、過去においてはそういうふうに本をすごく読んでるんだろうなみたいなイメージを持たれることが過去はあったんですよ。ねえ、その後ただ酔っ払ってるだけの人になっちゃったんでね、いいんですそれで、はい。なんでね、結果から言うと本はね、好きなものを読むんですけど詳しくないですよね。多分読んだ本数はすごく少ない、本数っていうか違う、本に引っ張られてる、読んだ冊数はすごく少ないと思います、本好きの方に比べるとね。絶対に1万冊もいってないですね。ずっとガキの頃から数えてもね。なんでどちらかというとその思春期からずっとそのね、いろいろ中に臭いものから入るじゃないですか、ガキの頃にね、背伸びして太宰を読んでみたいなさ、いうのありながらも、基本そのグッときたものをずっと覚えておいて、そしてどちらかというとですよ、音楽もそうなんですけど、気に入ったものをずっと読み続けるんですね。たまに引っ張り出して、すごく好きな何冊か何十冊かの好きなものを引っ張り出してきては、またその自分のライフスタイルの中でいろいろ変わる、変化がある、環境の変化があったり、加齢による変化があったり、マインドの変化があったりっていう中で残っている好きなものっていうのをずっと聞くんですよね。ずっと聞くじゃない、ずっと読む、読み、何度も読む、なので好きなものを何度も何度もこれまで読んできたですね。だからそういうもののが俺の多分好きな文体だったり世界観だったりっていうものがあって、それは例えば、チャールズ・ブゴスキーだったり、昼夜だったり、そうですね、バローズのゴーストっていう本があるじゃないですか。もっともとあれは確かだから内なる猫ですかね、初版では。タイトルが変わって、俺が初めて読んだ時にはゴーストっていうタイトルに、編集されたバージョンのものを初めて読んだっすよ、裸のランチの後に。ゴーストが好きですね、語りたいということであれば、バローズのゴーストは好きですね。ブコスキーも好きで、で、あれもなんだっけ、ありきたりな狂気の物語と、街で一番の美女ですかね。あの2冊もね、もともとは1冊の本だったですよね、確かね。なんかこう長いタイトルの、写生なんとかみたいな、なんかこう長いタイトルのやつが2つに分かれて、確か日本では刊行されてるやつ、あの2冊。パルプも好きですね。そんぐらい、宮沢賢治はそうですね、
はい、あの好きで多分何かある影響があると思いますね。そのぐらいのレベルなんですよ俺。うん、あとどっちかっつうとね、あの変な話、かみさんがすごく本を読む人なので、うん、そうで俺が読んでいるようなものをこう一通り見て、じゃあこういうのも好きなんじゃないっつってこうね、ガルシア・マルケスを貸してくれたりとかっていう感じなんで、教えてもらいながら、っていう感じですね。本、うん、絵本は3匹のヤギのガラガラ丼が好きですね。あれは素晴らしいですよね。うん、3匹のヤギのガラガラ丼、俺ガッキーができて、それまで生きてきて知らなかったんで、あの絵本をガッキーができて初めて読んだんですけど、あれめちゃくちゃおもろくないですか。うん、あれが一番、うん、ケイクマ側に近いと思います。っていう感じでございます。ドテンネンさん、いや本当ありがとうございます。お便りありがとうございました。はい、うん、おそらく誰だかわかるので、缶バッジを作り次第、はい、あの長谷さんにしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。もう一件、はい、再びこちら、ルーズシティロッカーズさんからお便りを、いただきました。毎週楽しくラジオを聞いています、ありがとうございますね。いや、こちらこそありがとうございます。質問です。アコースティックギターとエレキギターそれぞれの弦のゲージは、はあ、と続きがあって、ケイクマ川の CD ボックスのリリースを希望しますって書いてありますね。ケイクマ川の CD ボックス、あれですかね、俺今までに作ってきた音源がこうボックスセット、あーね、 T シャツとかついてね、いいですね。うわ、めんどくさい。原稿は残ってると思いますけどね、その CD の冊子のね、ただこれを、うん、もう一度全部作っていくとなると大変ですけどね。でも10周年だからいいかもしれないですね。今年10周年ってことなんで、今年の年末あたりにケイクマ川 CD ボックスを10万円ぐらいで冗談です。なんかね、そうですね、もしそういうものを書もくださる方がいるとね、冥利に尽きると言いますか、そうですね、なんかそうですね、これ時間かかりそうだけど、ちょっと CD ボックスの方はちょっと考えてみます。はい、で、ギターの弦、ギターの弦はですね、ちょっと待ってくださいね、大きい音ですいません。札幌から赤星いただきます、ラガース。ゲージはね、あるかな、ちょっと探してきますね。つまり、ギターの弦はなんだっけ、これ、マーチンの今使ってんのはね、ライトゲージですね。ライトゲージを使ってますね。これはね、だからゼロインチで011から始まって052で終わるやつですね。うん、若干太いかな、ライトゲージ、カスタムライトになってますけどね。もともとアコギは
結構ヘビーなゲージをずっと使ってたんですよ。その方が音が良かったので、うん、その分握力が死んでいくんですけどね。手が痛くなる、指先がすごく痛くなるじゃないですか、太いゲージって。でも太いゲージの方が俺ピッキングがすごく強いので、ねえ、パーカッションだと思ってるんで、ギターは半分ね、うん、なので強くピッキングをした時に、あのガリッという太い高音っていうんですか、うん、低音の低いローのローを含んだガリッとした音が一番好きな音なんですよ、個人的にね。なので昔はヘビーなゲージを使って、もう手痛くなりながら弾いてってあったんですけど、でも今でもね、多分そのいわゆるライトゲージに比べると少し太いのかな、うん、今普通くらいかなこれが、うん、っていうのも、その今はあのアコースティックのプリアンプをあのアコースティックライブの時には使うようになって、でそこで少しローを強めに出して、うん、毎回ね、あの始めていく箱ではちょっと低音がボコボコしてますけど、そのままでお願いしますっていう風なお願いの仕方をするんですよ。俺にとってはギターの音ってそうあるべきだと思っているので、そういう風にして、だからすごくドンシャリに音を作ってもらうんですよね、うん、なんである種その、ガットギターを指弾きした時のそのね、豊かな低音域があって、でそこにその爪が一瞬かかる時の高音がアタックで、ガットギターだと出るじゃないですか、うん、あれがものすごくアコギで倍増されて歪んでいる状態っていうものが俺にとってのアコースティックギターの理想なんですよ、うん、そこに近づけるべくっていうところでいろいろ試行錯誤をしながら、今一番思っていることはギター自体を買わないとどうしようもないなというのは今思ってますね。ちなみに使っている俺のアコースティックギターはこれ K 熊川始めてからずっとアコースティックギター1本だけしか使ってなくて、でしかもこれ使っているのは10代の頃にね、当時高校生の頃にクラスメイトの女の子がお金がいるってなって、なんかね当時の話ですけどね、田舎にいたらその女の子はロックが好きな子で、でスマッシングパンプキンズが、どこだっけな、大阪か広島かぐらいまでこうツアーで来ると、うん、でそれをその子はどうしても見に行きたいと、うん、それでお金をかき集めなきゃいけないから、その子が持っていた趣味で弾いていたあの教則用のアコースティックギターヤマハのね、うん、それを買ってくんねえかって言われて、これはちょっとねロックンローラーとしてはそれを断るわけにはっていう部分で、それを当時あれいくらで買ったんだっけな、安くで譲ってもらってね、うん、でその子はスマッシングパンプキンズを見に行けたんですけど、そうそうそう、だからビリー・コーガンはケイ・クマガワに借りがあるんですよね、 ねえ、いつかあったら、はい、お礼をいただこうと思ってます、ビリー・コーガンからね、まあさておき、そう、その頃だから16、17の頃にそのギターを買って、そのギターを未だに使ってるんですよ、うん、教則用のギターです、うん、ざまみやがれ、うん、と思ってずっとやってたんですけど、いやーバージョンアップしたいですよね。俺マーチンとか買ったらもう蹴散らしてやりますよ、うん、なんでしょうね、ね、ゲームで言ったらあれですよ、本当もうね、ずっと銅の剣とね、鍋の蓋とかでだいぶ来たったぐらいの感じだと思ってるんで、いやーなんとかなんとか、あれですね、エレクトリックの方はね、いわゆるこれはアーニーボールってやつですかね、安価なアメリカ製の弦を使ってますね、レギュラーゲージかなこれは、うん、これがね、インチで10で始まって46ですね。うん。なんで、エレキギターとしては少し重い、太めぐらいだと思います。うん。エレクトリックは、基本ライブでは、ギブソンのザ・ポールというギターを使っていて、うん。
そことの相性を考えるに、いや、もっと高い弦もね、試すべきだとは思いますけど、まあね、なかなか、うん、弦はね、弦、俺そのエレキもアコギもそうだけど、あのピッキングが強いのでね、うん、で、ギターの話って、あんまり言っていいのかな、あの、で、俺もともと左利きなんですよ、うん、で、生まれながらに左利きで、で、楽器以外は全部左なんですよね。で、楽器だけ右用なんですよ、うん、これはちょっとね、あの、楽器の頃ね、俺の親父が楽器やってましたから、で、親父は右利きで、なんで親父のギターをね、そのまま触りながら覚えていったんで、楽器だけ右になってたんですよ、うん、これ後悔してますけどね、うん、左の方が映えるじゃないですか、うん、と思えどもね、あの、左利きの人間がね、右用のギターで覚えると、要はその弦を押さえる時のね、握力が強いですから、うん、あの、独特な奏法が可能になるんですよ。その分、あの、ピッキングはすごく苦労しますけどね、なので、あの、独特なギターの音、奏法にはなっていると思っていて、その辺も一回ね、回を作って、ケイクマガはギターを語る、持ってないのにギターもね、やってみましょうかね、解説の人がいりますね、俺詳しくないんでねそんな感じで、お便りありがとうございました。いやー、はや、このブルースシティロッカーズさんは、先週に引き続き3つ目の、メッセージをいただいておりまして、本当にありがとうございます。あの、バッジをまだ作ってないんですけど、バッジができたら送りたいんで、もしバッジをもらっていただけるんであれば、はい、送り先を教えていただけると送ります。あざす。というわけで、とりあえず明日ライブなんで、バタバタします。ちょっとね、みんなで早くね、酒を飲めるような状況になるように祈りながら、それまでみんなが退屈で死なないようにはしたいと思っているんで、なんだかんだいろいろ、質問はいくらでも、質問会、質問だけで埋まる会もやりたいんで、あの、本当にね、うん、よろしくお願いします。ケイクマガでございます。明日はブラックホールで、生配信ライブ、15時30分からブラックホールの公式チャンネルの方からね、あります。それにも出演しますんで、よろしくお願いいたします。ケイクマガでございました。ありがとうございます。ね、もうここで終わると思うなんて